皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数、日と日の値についてお話しします。まず日の方から説明しますね。ここに縦3センチ、横5センチの長方形があります。この縦の長さと横の長さの割合をこんな風に表すことができます。まず3を書いて、その後ろに点を2つ縦に並べます。そして5を書きます。これ3対5と読みます。3対5、このように表すことができますと、この割合の表し方、これを比、このように読みます。この比べるという字ですね、こう書いて比と読みます。では例を見てください。6年1組は男子17人、女子18人のクラスです。クラスの男子と女子の割合を比で表しましょう。この時男子と女子の割合と書いてあるので、前に男子、後ろに女子というふうに並べます。男子は17人ですから、17と書いて点を2つ打って、対女子は18人ですから18、これで17対18、17対18、このように男子と女子の割合を表すことができます。では次は比の値、こちらを説明します。長方形の縦と横の長さの比、これ3対5でしたね。この3対5の前の3を後ろの5で割った、割り算した小、割り算の答えですね、これを分数で表したものを、これを比の値と呼びます。では3対5、前の3を5で割りますね。3割る5、これを分数の形で表すと、この割る数が分母にきますから5分の3と、この5分の3が3対5の比の値ということになります。この時もしね、約分できる分数だったら必ず約分してくださいね、約分が必要です。では練習3つやってみましょう。次の比の値を求めましょう。カッコ1、3対4ですね。前割る後ろですから、3割る4となって、これは4分の3。これが1番の比の値になります。カッコ2は6対9です。前割る後ろです。ですから、6割る9。これを分数にすると9分の6、ここで割ってはいけません。9分の6って約分できますね。ですから約分をします。3で約分すると9は3、6は2になりますね。ですから2番の比の値は3分の2と、このようになるわけです。括弧3です。80kg の荷物と 100kg の荷物の比の値、これまず比にしてみましょう。これ80対100になりますね。この前割る後ろですから、80割る100、これを分数の形にすると100分の80です。ここも約分できるので約分してください。分母が5と分子が4となって、この比の値は5分の4と、これが答えになるわけです。今回は比と比の値についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。